女神ノベル大賞は、学研パブリッシング主催の公募文学賞。同社のライトノベル系文庫レーベル女神文庫が、アニメ原作の小説家作品を中心とする路線から2008年7月の、新総館により、オリジナル作品を強化するにあたって創設された。特別審査員に毎回、著名イラストレーターを迎え出版時に、特別審査員が総画を担当する。 特別審査員賞及びヒロインの萌え属性を特に評価対象とする属性賞が用意されているのが特徴。副賞は対象が100万円、金賞が50万円、銀賞が30万円。このほか、特別審査員賞と属性賞が各10万円。受賞作品の出版が確約されているのは対象と特別審査員賞のみとなっている。謝辞は未刊行。 あとに、シリーズ化された作品については、受賞作の観光時サブタイトルは割愛している場合がある。また、最終選考者中でデビューした作家については、本票より割愛している。第6回 MF 文庫 J ライトノベル、新人賞優秀賞、第1回スクウェアエニックスライトノベル大賞入選と、同時受賞。ありがとうございます。